人間の手のサーモグラフィー。上の手は、指先の温度が低く、冷え症の状態となっている冷え症。または、冷え症は、特に手や足の先などのししまったんあるいは上腕部、大腿部などが温まらず、冷えているような感覚が常に自覚される状態のことで、ある。しかし、病態として統一的な定義は確立していないため、西洋医学的には、漠然とした概念として捉えられている。 血行障害、特に末梢血管などでの障害により生じることがある。一般的な特徴として、身体全体には寒さを感じず、四肢など部分的に冷えを感じることが多いが、全身の冷えを訴える例もある。特に冷えの訴えの多い部位は足と手で、陶器と、就寝前に強まる。また天候によっても変化する。身体的特徴と霊感との関連性は認められず、 皮膚温が低いことが霊感を感じやすいことに直接つながらない。一般に女性は男性に比べて皮下脂肪が多いが熱を通しにくい脂肪は一旦冷えると温まりにくい性質がある。加えて男性と比べ血流の多い筋肉が少ないことも起因する。女性は男性に比して寒さに強いと言われるが冷え性の女性はエネルギーの放散が少ないため 玄関の雪山などや水難で遭難した場合には、むしろ生存時間が長いと言われる。病名は、西洋医学にはなく、病気として扱われず、単に体の自覚症状に過ぎないと考えられている。東洋医学では治療すべき疾患とみなされている。従って、医学界の統一的な定義は明確ではない。これは生死に直接関わるものではないため、 医学界の関心は薄かったことにあると指摘されている。しかし、定義を明確にしようとする動きもあり、独自の定義を策定し、診断と治療を行っている医師もいる。冷え症の診断基準項目の例。寺沢より引用、他の多くの人に比べて寒がりの性分だと思う。腰や手足、あるいは体の一部分に冷えがあって辛い。冬になると冷えるので、 電気毛布や電気式布、あるいはカイロなどをいつも用いるようにしている。身体全体が冷えて辛いことがある。足が冷えるので夏でも熱い靴下を履くようにしている。冷房の効いているところは体が冷えて辛い。他の多くの人に比べてかなり厚着をする方だと思う。手足が他の多くの人より冷たい方だと思う。 性別では女性に多いが男性でも冷えの訴えはあり、一般人を対象とした調査では、男性十六六点パーセント、女性五五十点一パーセントが冷えを自覚し、女子大学生においては、約半数が、冷え将軍で三十六パーセント程度が、冷えが苦痛に感じているとする報告もある。一方、男女差はないとする報告もある。九百八十年代に行われた調査では、 調査対象者の約40%が何らかの冷え症状を訴えており、思春期後期の19.3歳プラスマイナス5.1歳で発症していると報告されている。遺伝、疾病の病態の一つ、生活習慣などいくつかの要因が複合していると考えられている。1980年代から母親が冷えを訴えている場合、 その子も冷えを訴えることが多いとされ遺伝的要素が関連している可能性が示唆されていたが2000年代になり裏付けられる知見が得られている。これは進化の過程で飢餓への対抗手段として獲得した代謝を低下させる剣薬遺伝子と呼ばれる機能のうち β3AR 遺伝子変異が性ホルモンの変動とそれに伴う自律神経のバランスの乱れが考えられる。 冷え症状が見られる女性は、周期的なホルモン変動の多いのはこのためと考えられる。更年期にいたり、のぼせたり顔がほてったりするのに手足は冷える症状が出る場合があるが、同様にホルモンの変動が原因とされる。間違った食習慣も冷え症の原因になる。例えば、ダイエットのため摂取カロリーのみを重要視する変調した食事となり、 炭水化物を排除し野菜のみの食事となったり、逆に炭水化物主体となり、野菜、タンパク質、ビタミン、ミネラル、脂肪などの摂取不足から栄養失調を生じるためである。冷え症を訴える群には、朝食抜き、ダイエット中、塩分や脂肪分の摂取が多いとする報告がある。また、不規則な生活リズム、食事、薄着も影響を与えていると指摘されている。 朝食抜き、不規則な生活リズム、変色。非栄症に伴う慢性的な血行障害が原因で、胃痛、便秘、下焼け、腰痛、神経痛、肩こり、肌荒れなどが起きうる。非栄症は生活習慣病の側面があるため、生活改善することである程度の予防、改善をすることが可能であり、様々な民間療法や俗説が存在している。 西洋医学では、冷え症は一般には病気とみなさない場合が多く、あるいは自律神経失調症、症状によっては種子が白くなる霊能病、EN、霊エ S フェノメノンとみなされるが、漢方医学では冷え症を未病、病気のサイン、重大な病気の誘因になると考える。体質や性別、症状により、以下のような漢方薬の処方が代表的である。 ありがとうございます。